朝日新聞が韓国との信頼回復を要求、素粒子で、本日朝日新聞が素粒子にて、全員が復興大臣とは首相の言葉、ならば内閣を挙げてやってもらおう、韓国との信頼回復、無論証を先頭にと、こういった主張をしてしまいました。こちら、信頼回復も何も、韓国政府がですね、信頼の基礎となる、 日韓請求権協定や慰安婦合意を実上破棄しているわけでありますので、このような状態では日本政府は何もできません。朝日新聞が日韓の信頼を回復しようというのであれば、まずは韓国政府に対して日韓請求権協定や慰安婦合意などを守るように要求していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。